こんばんは。今回はテニスではなくて本家を開いてるんですけども、それはなぜかと言われると、まあ、自分がわざわざ本家を開くってことはっていうことにつながるんですけども、はい、ちょっとこれ見てください。はい、こんな感じでなんかね、シェリルとルーシェのイベントが本家で来てるっぽくて、まあせっかくルーシェが来たってことだから全く触れないわけにはいかないのかなと思ったので、ちょっと今回こうして開いてます。なんですけども、自分ね、その本家の方はね、あんまりやってないんですよ。最初の方はやってたんですけど、途中からなんだろうな、ルーシェのイベントが来て、でルーシェをなんだろう、配布石とかで引きに行って終わりみたいな感じでやってるので、最近の本家がちょっとわかんないんですけども、まあ引いてきますかちょっとまあ目的はガチャなので、ちょっとガチャ引いてきますか。まあグダグダ喋っていきましょう。でなんかね、こんなんがあるらしいんですよ。これ見てくださいよ、これなんか副社長バージョンってことで、これは買うでしょこれは買うでしょ。高いけどね、5860円、高いけど、めちゃくちゃ高いんだけど、まあ買わないわけにいかないだろうと。じゃあちょっと課金してきましょう。はい、買ってきましたが、480個ってなんかすごい中途半端じゃないまあでもここで引ければ問題はないか。なんかさっきのセットね、あ、消えちゃったんですけど、なんかイメチェンがもらえるだけでね、本人がゲットできるわけではないっぽいので、まあ、ガチャから引きずり出してくださいって感じらしいです。なのでちょっとじゃあここで、11点で引いちゃおっか。はい。じゃあこれで引いちゃいましょう。スタンプってどんな感じ？まあ一緒か、テニスと。はいはいはい。ここでようやく星5を1体確定。星5ってのはこの2人のうちどっちかってことでいいんですか？なるほどね。じゃあとりあえずじゃあ引いていきますかよし、じゃあ引いてきまーす。まず10連目、まずというかもうここで決めます。はい、確か本家の方ね、ロードが来れば新キャラが来るんですよ。あれあれ、ロードはでなんか確かここのなんだろう、背景もなんか別のものだとなんか新キャラが確定とかあるんだとか聞くんですが、果たして金が 1,2,3,4,5 個ですか。ちょ、何個目か分かんないけど、うわー待って、スタールーン2,3、あとこれなんかタップすると飛んじゃうよね、だからタップができないと。この見てる人、おかしいって、おかしいって、そこで運使うなって。ちょっと待って、金もう終わっちゃったかな。あ、待って、終わっちゃったこれ。なんか、もう、同じのが出る。はい。終わっちゃったこれ、金。あ、終わっちゃった。ちょっと待って、ルーシェはどうした。どうすればいいのこれ。じゃあ、あと20個貯めてきます。はい。はい、貯めてきました。イメチェンだけ交換して本人当たんないって一番悲しいパターンなので。ぜひとも引きたいところなんですが、出るかな。ちょっと本家のガチャは結構緩いイメージがあるんですけど、テニスと比べて割と出るイメージがあるので、ちょっと期待してもいいんですかね。これはちょっとわかんないけどね、2人ガチャ、テニスで言うと2人は渋そうってなるけど、本家だとそうでもないのかな。まあ、とりあえずじゃあ引いてきますか。20連目、例えばどっちか出てくんねえかな。どっちか、ロード入ってないがこれもうダメってこと。ロードが入らないと何も設定してないんだけど、銀多くね、銀多くね、銀多くね1個しかないが、1金1、なんか演出変わった。あ、一緒か。なんか色違う人がいるこれ確定ってことか。なるほど。あ、これ、こっからルーシェ来る可能性あるってことかな。これ、違う人来た。誰?2。さ、また違うの来た。星4とかの確率は高いのか。まあ、ルーシェが出るとは言ってないだけど。これもう終わり？ルーシェ出ない？はい。あー、そっち。
違くねえ。そんなことある？これ物欲センサーってやつ？ルーシェはどうしたよ、おい。ルーシェを出せよ、おい。どうすればいいんですか、これは。ちょっと考えます。もう、お金は自分、白手にのアンカールーン買うために買ったお金だったんですけども。はぁ、こういうことになるとは。まあいいでしょう。ルーシェのためだからちょっとお金は奮発します。ただ、4万とかは払いません。ごめんなさい。テニスじゃないからそこまでも払えないんだけど、まあ、ここまではいいでしょう。ここで出ればまあ、全く問題はありません。はい。じゃあここで引いてきます。サクッと引いていきましょう。よし。ロードが来れば確定ですよね。来ないね。たださっきみたいになんか虹みたいなのが来ればワンチャンあるということで。なんか、銀率高くない？ 2 個しか金ないが？はい。ダイヤ的な人は？あ、またなんか船来た。船ってことは？そういうわけでもない。あ、銀でもあると。なんか昇格とかないのかな？はい。なんかこの、ヒュイーンみたいなとこ、ここ。これ変わったりしない？あ、金に上がった。昇格したってことはワンチャンあんのかな？テニスで言うと昇格って言うと、新キャラとか、まあ、星4が来るような流れなんですけど、どうですか？星 4… ん？こっちだと星 5？ なんだろう、わかんないけど。来るのかな？はい。多分ラストっすよね、あの人は。いや、来た！マジで！来たー！マジ？やったー、課金してよかったー。マジか、ありがとうございます。かわいい、アイドルになりました。やったー。課金してよかった。マジか、やったぜ。これも受け取って、じゃああそこで見れますか。編成でいいんですか。ここでじゃあちょっとさっき引いたルーシェを見ていきますか。高順、あれ星、レアード、これね。よし！よしよしよし。これで、どうすればいいんですか？モデル鑑賞、ありました。まあ、これも可愛いんだけど、こっち、メガネバージョン。これ副社長ってやつですか？で、なるほどね。うん、メガネもいいけど、自分はやっぱり、もともとメガネかけてる、見た目じゃないからこっちの方がいいかな。その、もともとメガネかけてるキャラは、メガネの方が良かったりするんだけど、もともとメガネじゃないキャラをメガネかけるってのまた違うのかな。ルーシーはメガネかけてない方が似合いますね。皆さん、かわいい。張り切って参りましょう。かわいい。あ、これで武器を外せる。どうもです。どうもです。なるほどね。じゃあ、こういうの見しちゃいけないんだっけ。なんか、白猫界隈わかんないけど。見しちゃいけないんだっけ。まあ、なくてよかった。なるほどね。まあ、一応、じゃあ、シェリルも見ときますか。シェリルも可愛いからね。はいはいはい。シェリルね。なんか、テニスよりは、やっぱり、頭身がちょっと、低いんですよね。多分、テニスの方がちょっと頭身高いもんね。はい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 。なるほどね。なんかこの頭のこのなんか猫みたいな、これはなんだろう。これなんかテニスでもついてたっけ。なるほどね。あの後ろのやつ、後ろのなんかあのついてる、あいつがついてるやつか。なるほどね。まあ大満足な結果ですよ。なんか副社長ってなんか言い慣れてない感が。待って、なんかアシュレいるわ。アシュレイさ、テニスにも出てくんないかな。このキャラかっこいいし、声も渋くていいから、このキャラ来てほしいんだけどね。あ、それぞれにイラストがあるのか。なるほどね。まあ、メガネルーシェも悪くはない。まあ、なんだ、やっぱりでも、メガネかけてない方が、いいかな。ですね。自分の趣味ですけど。メガネが好きっていう人もいるからね。全然否定はしないけど。
そうですね、まあ、とりあえず当たったので良かったです本家の動画は多分こうやってルーシェが来たりとかしない限り撮ることないから、まあ、新鮮ではあるんですけども、そうですね、一応ガチャはその配布石とかで引いたりしてるので、なんかコラボとか来たら引いたりはしてるんですけども、そうですね、まあそれぐらいですログイン勢でも当たってよかった、復帰してよかったです。復帰というかログインはしてるけどね。はい、あ、ちょっとこれで一応終わるんですけども、このガチャのところで後ろで歌が流れてるじゃないですか。これなんか iTunes とかで配信されてるらしいので、後で買います。はい、皆さんも買いましょう。宣伝しときます。はい、ちょっとせっかくルーシェ出してもらったので、はい、買いましょう。はい、個人的に好きなのがこの歌ってる最中にそのルーシェが掛け声っていうのかな、後ろでなんか喋ってるんですよ。そう、これこういうの、これこれこれ流してもいいのかな、流しダメだったらごめんなさい。これこういうのいいよね。やば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 、いいな。はい、ちょっとすいません、ちょっとこのままあれなのでこのままやってもあんまあれなので、ちょっとこれで終わろうかなと思います。ということで、ここまでありがとうございました。お疲れ様です。